始まりの奇跡実況プレイのパート14、リーンルートのチャプター1ということで、リーンの、育った場所ユミルに来ているみたいです。一通りねイベント見て回ったところで、温泉にでも使ってゆっくりしようかっていうことなのかな。はい、誰かいるみたいだ。早速来るとか入りに来たとか。クレアソーさん、すみません、まさかあなたが入っていると思わなくて。リーンさん、そんなところに立っていると体が冷えてしまいますよ。せっかくですし、久しぶりに二人で話しませんか。確かにクレアさんと落ち着いて話せる機会はめったにないよな。ええ、そうおっしゃってくれるならお言葉に甘えさせてもらいます。なんかこいつらだんだん攻撃に対して抵抗なくなってきてないか。先ほど父も触れていましたが、 TMP はお忙しなようですね。その働きすぎて体調崩したりしませんか。どうかご心配なく、役得でこうして温泉にも入れていますしね。それはまあそうかもしれませんが、軍備縮小のフォローに加え組織再編が重なってかなり慌ただしくはありますが、それはどこも同じですからね。甘えたことは言えません。組織再編ですか。 TMP の情報局は政府直属の立場を失ったということですが、ええ、おかげでこれまでのように自由には動けませんが、軍とは違う立場から国民を守ることに変わりはありません。軍とは違う立場なら TMP は正規軍に統合されるわけではないんですね。ええ、一時はそういう話も検討されたんですけどね。レーグニと臨時代表とバンダイク元帥の意向もあってそこは回避されました。勢力争いの火種になる可能性も否めませんが、やはり軍とは異なる指揮系統を持った抑止力になるものは必要ですから、権力の一極化を防ぐためにも。か、その通りです。ちなみに卒業生である私を含め各界に強い影響力を持つトールズのネットワーク、このつながりにもまた別の視点を持った抑止力の役割が期待されていますよ。なるほど、そのトールズの時代を育てる俺のこの仕事も責任重大というわけですね。ええ、どうか頑張ってください。今更かもしれませんが、本当にありがとうございました。クレア少佐、祖国のこと、ミリアムちゃんのこと、こんな私と向き合ってくれたこと、そしてオズボーン閣下の真の望みを叶えてくれたこと、このような言葉だけでは足りないことも承知しています。それでもリーンさん、あなたに直接伝えておきたかったんです。俺にはもったいない言葉です。結局は自分のためにやったことでもあったし、一人では成し得なかったことですから。そう思えるのもあなただからですよ、リンさん。こう言うと調子がよく聞こえるかもしれませんが、こうしてまたクレア少佐の笑顔が見られただけでも頑張った甲斐があった気がします。あなたという人は本当に。そういえばもう一つ、今のリーンさんに聞いておきたいことがあるんです。今度は何ですか。あなたは今ちゃんと幸せですか。忙しくはありますけど、もちろん幸せですよ。自分のこと、クローやミリアムのこと、正直
誰一人欠けることなく黄昏を乗り越えられるとは思いませんでした。もちろん望んでいたことではありましたけれど、心の底でどこか叶わないと諦めていた気がします。いくつもの別れもありましたが、今もこの先も大切な仲間や教え子たちと共にあり続けられる、あなたも含めてその幸せをかみしめている自分がいます。そうですか。でもちゃんとではありませんね。あなたは頑張った。自らが消えてしまう可能性や仲間を失う恐れ、肉親との別れも乗り越えて、大切な仲間や多くの人たちと共に黄昏に打ち勝ちました。かけ根なしに世界の危機を救ったと言えるでしょう。ですがその結果得られた幸せとは別に、いえ、幸せだからこそ感じる影がある。そうではありませんか。参りました。さすがクレアさん、全部お見通しですね。あなたの言う通り、俺は目の前の幸せに戸惑っています。手を伸ばせば確かに触れられるのに、それを受け入れきれない自分もいる。俺が戦争初日で犠牲になった人々を差し置いて、黄昏の引き金を引いた張本人である俺が果たして幸せになっていいのか、許されていいのか。こんなこと私に言えた義理はありませんが、それを決められるのは他ならぬリーンさんだけです。そうなのかもしれませんが、私も同じです。同じだからこそ分かるんです。最初にリーンさんから働きすぎではないかと心配されましたけど、私は多分食材のために必死に働いているのだと思います。それは大丈夫ですよ、リーンさん。これでも私、計算は得意な方なんです。ちゃんと自分に問題がないような線を引いて頑張っていますから、無理はしていません。リーンさんやミリアムちゃんたちの幸せを見守りながら何かを成し遂げるたびに、私は少しだけ自分を許すことができるでしょう。今すぐは無理でも、少しずつ少しずつ、そうやって自分の中で折り合いをつけて許して、いつかきっとまた自分を好きになれる日が来るはずです。なんと言いますか、大人ですね。ずるいだけです。でも俺は、リーンさんには難しいでしょう。あなたはどこまでもまっすぐだから、こんなやり方では自分を納得させられないかもしれません。それでも無理難題だと分かっていても、どうか自分の幸せを受け入れてみてください。クレアさん、それにリーンさんがちゃんと幸せにならないと、私も自分を許すことができそうにありません。それはそれこそずるいですね。ええ、ずるい大人ですから。しかし、そんなところに突っ立っていると風邪をひくぞ。3人とも入ってきたらどうだ。やはりバレていましたか。悪いとは思ったんですが、まあ全部聞こえたわけではないので安心してください。いろいろと突っ込んで話してしまった私も私でしたね。それにしてもさすがはクレア教官だな。私はリーン教官に話を聞いてもらうだけだったのに。ユーナ、
何でもユーナさんは教官の背中を流したいそうですよ。かつて私がして差し上げたように。そんなこと思ってるわけって今なんて言った？ミズさんが教官の背中を？ハレンチです。それは否定はされないんですね。いや、というかそれには敬意がありまして。リーンがひとしきりなじられた後、なじられた少しして黒田と足も露天風呂に合流し、一行は改めてユミリの温泉を堪能しリフレッシュするのだった。ユミリって一回噛むと一生言えなそう。あー、いい湯だった。それにしても幼少時からこんなものに親しんでたなんて羨ましい限りです。シュバルツァーが温泉マニアになったのもうなずけるな。だろ？休息も十分取れたようですし、そろそろ時間となります。では皆さん参りましょうか。それってやっと来ましたね。今回私たちをユミルに呼び寄せた目的、どうやら渓谷道に何かあるようですが、とにかく私についてきてください。到着すればわかります。遠征メニューね、オッケー。ほいほい。いいと、微妙に立ち絵が変わった。この辺のなんかちょっと動きのある感じの立ち絵いいね。どうせだったらフレア使いたいよね。はい、か。さて、とりあえず渓谷道の方に向かいましょうっていうことなんだよね。なんだけど、これ。地面真っ白ですね。なんだかここだけまだ冬って感じがしますね。ここは頻繁に人が行き来する場所ではないからな。渓流沿いで気温も低いから雪もだいぶ残っているわけだ。なるほど。とても綺麗な小川ですね。雪解け水なんでしょうか。ああ、めちゃくちゃ冷たいから足を踏み外さないようにな。ちなみにこの辺りはなかなかいい釣り場でもあるぞ。出たよ、釣りバカが。とりあえず上を目指して進みましょう。ただし皆さん、くれぐれも注意してください。ここからは少しの油断が命取りになります。確かに魔獣が徘徊していますね。道が広くない分ある程度の戦闘は避けられないようです。
でもそんなに強そうには見えねえがな。いずれにせよ油断は禁物ですね。うん、装備やコースのセッティングも見直しながら進んでみよう。さて、早速釣りはさせていただきたい。せや釣り場ちょっと気をつけとこう。まだ何も見れないからさ。確かに魔獣は油断できないけど、そのフレアさん、とにかくこのまま気をつけて進んでください。なるべく離れて何をさあ、キャバライズできるけど、いや崩れた、いただき、とどめだ、行くわよ。セット、セット、ストライカー、セット、ガンナー、セット、ストライカー。なんか前作まで見てなんか元気が違う。リンクをね、いじりたかった。位置が分かってない。準備はいいか。使ってみたい。新規統一。はい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 。行くぞ。レッツ。一手外して。ヒギ裏早く。さすがの破壊力でございます。バトルスコープで、はあ、行きます。なるほどね。まあまだ使うのも大変かな。いや、よし、ガンナーモード、セット、ガンナー、はぁ、あ、僕の番だな。見たか、バンダールの。なんで今回のユナ、あの前作みたいな元気いっぱいな感じじゃなくて、ちょっとクールな感じになってんの。せや。セイセイセイ
僕の番だな。行きます。届いてねえし。よーし、そこ僕の番だな。見たか、ヴァンダールの剣。あれ、釣り場どこだった？前作だと釣り場って里のすぐそばになかったっけ？あれ？あの辺普通に釣り場じゃなかったっけ？違うんだ。ちょっと山とかねえかな。橋の上か。僕ねえな。お？せや！一気に行くぞ！えい！パン、なんかアップデート返った。行くぞ！クローズ！さてと。聞きにくいじゃん。アークスクロー。よし。へい。行くわよ。敵集団を撃破。先に進みまで。もう慣れっこですから。容赦はしない。なんか微妙にユーナがおとなしい感じになったのがすげえ気になる。逃がさない。ファイヤー。ない。よし、これで大丈夫だ。
良さそうな宝箱ですね。お、レッドペンデュラム。早速さっき凍結しまくったもんな。かけたっか。さあ、いつでも行ける。さあ、イベントっぽいね。ちょっと一旦ここで一区切りにしましょう。まあこの先はまた次回ね進めていきたいと思います。はい、では英雄伝説始まりの奇跡実況プレイのパート14、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。